はい、今日もねスタヤの購入品なんですけどね、買いに行った理由があって、息子のねレン君といつもリュエマやってるんですけどね、負けたらね好きなカード買ってあげるっつってやったら見事に負けたんですよね。なんで買ってきてます。まあ親子なんでねこういったことやってるんですけど、お友達同士でやるときはねそういうことはダメですよ。で買ってきたの内緒にしてて、今ねレン君そばにいません、寝てます。でいきなりね見せてびっくりさせようと思ってるんで、先にねこうやって動画だけ撮っております。でこれ買うときにね袋に入ってるんですけどね、伝え合って店員さんが、ね、袋入れますかって言われて、まあいるよねと思って、仕事帰りのね中年のサラリーマンがカード買いに来てね、デッキケースなんかね持ち歩いてないですからね。でまあ袋入れていりますかって言われて、入れてくださいって言うのもねちょっと気が引けるっていうかね、なんでそのちょっと聞くのやめてほしいな。まあ袋はいりますよ、このままねカバンに入れますのでね。ではい、この辺はねあれですね、ストレージにあった昔のプロモがストレージにあったね、この辺お父さんの趣味ですね。フレーミングジェットドラゴンのプロモなんてあったんですね、知らなかった。1枚30円ですね。でこれデュエルジャッカーショーですね。これ一時高かったんですけど、もう今ヒターの速攻デッキが55ブランド下になってるのかな、あんまり使われないのかもしれないですけど、もう30円になってますね。一時ね100円だとか200円だとかしてたと思うんですけど、で次がこれですね、レン君欲しがってた、伝説のレジェンドドギラゴン、これ欲しがってたんですよね。で UGC で安く済ませて880円で半額だったんですよね、440円で買ってます。で次がはい、ドギラゴンバスターの、金のシークレットですね。これも440円ですね。880円の額440円で済ませてます。これ欲しがってたんでね。この2枚、負けた罰ゲーム、まあ、そんなことしなくてもね、息子が欲しいって言ったら買ってあげるんですけどね。まあまあ、ただ普通に買っててもね、あまりよろしくないと思うんで。まあね2枚で880円だったら安いよね。はい、まあこんな感じで買ってますので、まあねいきなり渡してびっくりさせようかなと思っています。じゃあ以上です。